高橋由一チャンネル。GPIF の23年運用収益過去最高34兆円、年金財政に株とか恩恵っていうですね、うん、ですね、もう一個お聞きしたいんですけど、はい、NISA 対象投資に 1.3 兆円流入っていう2つこの経済金融系金融系の話ね、はい、まあ、GPIF っていうのは国のね、公的年金の資金を運用してるって、ね、はい、運用額が、まあ、200兆弱だからね、うん。すっごくでっかいように思うでしょ、うん、それで、多くの人はさ、年金ってさ、運用してそのお金を、まだ返してるように思うでしょ、はい、うん、違うよ、はっきり言うと、はい。年金の運用額が200兆円あったって、はい、まあ、あれだな、全体の、その、年金財政に対するの原資としてのウェイトは、8% ぐらいかな。8%? うん。その他のじゃあ 92% どうなってるかっていうと、それは将来の世代の保険料を取ってそのまま流してる。はいはいはい、うん。こういうのをね、将来の世代を取ってそのまま流す方式を付加方式っていうの。はい。これ世界の公的年金みんな同じです。運用して返すっていうのは運用方式っていうんだけど、はい、公的年金ではまずない。うん、うん。でもね、民間の私的年金ね。はい。まあこれみんな運用方式だけどね。うんうん、それはまあ公的年金はこういう、そういうもんで、はい、もう付加方式っていうのは当たり前、はい。だから実はこの200兆円運用してんだけど、はい、これが全部パーになったって、実は年金の支給額っていうのは 8% ぐらいしか減らないんだよ。うん。200兆円が400兆円の倍になったとするんでしょ、はい、それでも、あれだよね、支給額は 8% ぐらいしか増えない。なそれで34兆円っていうのはじゃあどうなるのかっていうと、それで 1% しか動かない、うん、ぐらいの話なんですよ。こういうのが多分ね、多くの人はわかんないから、はい、34兆円まだすごい数字じゃないかってすぐ言うんだけどね、はい、年金財政全体から見ればビビった話やね。それで損するときもあるからね、はい、こんなんで実はね、年金の成果によって運用が変わりませんよ。なんでそんなことやってるんですか、じゃあ。不思議だね。これ、私は、実は役に所の時に、こんなのをやめてしまえと、言ったことありますよ。はい、そうですよ、ね。それで、実際に担当してて、本当にやめようと思って、はい、やった時もあってね。はい、それで、なぜ運用で GPIF みたいなのがまずあるかってことなんだけど、はい、昔は年金福祉事業団っていう名前だったんだけど、よく言われてたのは年金満腹事業団って言われてた。どういうことですか？そこに甘くなっててね、美味しい思いしてたらたくさんいてね、満腹で。もう、それで、運用事業の他にもう一個ね、グリンピアってやってて、ね、ここは大穴開けたんだよね。ねだから、これはね、もうバサーンって切ったんだ。あうん、大穴開けあってね、本当にね。はいはい、そこバサッと切れたんだけど、運用事業がまだ残ってんだよ。うん、でも、さすがにこの運用事業になって、金融機関、系だからね、はい、役人の天下りはできなくなって、昔は厚生省の事務次官が行ってて、悠々自適にやってたんだけど、そこはできなくなって、民間の人行くんだよね。行ってんだけど、民間の人行っててもさ、ちょっと民間でやってて、こんな大きな運用したことないから、結構ウハウハになって喜んじゃってさ、やってるんだよな。そういうことですか。うん、それが、今の GPIF ですよ。高橋、じゃあ他にどういう案があるのかっていうと、結構簡単でね、はい、そんな民間からね、高給取りの人をね、呼ばなくたって、全く同じような、仕組み作れんで。何かっていうと、はい、これ、私が役人の時に作った国債の一個の種類としてね、物価連動国債ってなった。これね、物価連動国債っていうのははっきり言って、インフレヘッジっていうか、インフレになった時は、償還利回りが上がっていくんでね、そうするとね、ファンドマネージャー雇うんだったら、この物価連動国債に全部つぎ込むと、ファンドマネージャーに大体200億、年間200億、ぐらい運用コストかかってるんだけどね、これゼロにできるんだよね。一人でできちゃうんだよ。で、昔、この年福事業団の時に、やってた時に、この、こういう運用事業やんないで、こういう、その時は物価連動国債なかったんだけど、うん、国債で一人でやってた時もあった。だからね、今ように考えても、物価連動国債でね、インフレ値完璧にできるからね、ファンドマネージャー全部首にして、一人でできることができるんだよ。なるほど。で、そうすると金融機関の人がさ、お仕事なくなって大変なんだよ。で、この金融機関の人のお仕事って、これなんで運用してるかっていうとね、投資信託みたいでやってるんだよ。はい、で、これは投資信託やってるか、みたいなんでやってるから、実は信託銀行と生命保険会社がやってるんだよね、ここのところでね。そこでチュー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 してて、それでね、
運用ビジネスって称してね、彼らも潤ってるんだよ。で、潤ってるってことは逆に言うと、その分だけ、年金財政が出ていってるからね、私そんなのいらないからと、はい。もう物価連動国債で全部終わりで、GPIF なしでいいですよっていうのが、私の主張でずっと言ってます。はい、もう、ものすごくみんな嫌がってね。特に GPIF の理事長なんかはね、はい、高橋さんの言うこと間違ってるんですよ、物価連動国債なんかそんなありませんって、嘘。つけって言って、今回の場で言ったことあってね、はい、こんなのね、財務省に連絡したら全部すぐね、用意してくれるよって言ったこと。市場には少ないのは間違いないんだけどね、はい、財務省に連絡したらすぐ出してくれるからね。そうか。そうですね。そんなの嘘でしょってすぐ言ったからね、黙っちゃったね。そうなんです。これははっきり金融機関ビジネスなんだよ。それとともに、天下り団体にもちょっとなってるから、役所の、その天下ってるやつもちょこっといて、はい、そういう意味で、金融機関ビジネスと天下りがあって、GPIF があって、あるって感じ。だからそれを全部なくした仕組みで年金財政に全く問題ないようなのが、うん、全額、物価連動国債買い入れっていう、その、名詞があるんだけどね。これはやらないですね。うん、まあ、これでも金融機関ビジネスだから、はい、このニーサの話もそこに行き着くんだよね。そうですね。だから投資信託なんてこれね、はい、もう手数料の塊だからね、これね、何なのかね、この投資信託をお勧めするだけでね、うん、もう金融機関を増やすのかっていうふうに増やしてあげるのかって私なんかすぐ思っちゃうくらいだよ。そうですね、うん。だって間に入ってる人たくさん壊してるだけでしょ。そうです。うん。それで本当にいいのかどうか分かんないじゃない。この番組にもよく言うんだけど、本当に金融商品で投資したければ、はい、一番まともなのはさっき言って物価連動国債を買うとか一番まともなんだけど、これは売らないんだよ、個人に。ないですよ、ね。それで、物価連動国債で似てるのはね、はい、ね、変動リスク国債なんだよね、あ、はい。これは似てるんだけどね、これもね、すぐ売り切れちゃうんだよ。はい、はい、はい。それは美味しい商品だから、はい、実は金融機関が捨て締めしちゃってるんだよ。金融機関は自分とこで持ってるんだよ。持ってるんだよ。そうそう。本当はだからこういうのを、うん、財務省はね、個人に直接販売できるようなルートを本当やんなきゃいけないんだけど、絶対にやらないね。絶対に。金融機関の方に向いてるからさ。はい。だからこれ金融機関を食わすための話で、NISA なんかもそこに近いよね。だから NISA なんかやんないで、この物価連動国債を個人に売ってあげた方がはるかにまともだよね。うん、で、これ、この番組で国債がいいって言って、国債を買おうと思った人いるかもしれないけど、はい、そう簡単に買いにくいと思うよ。買えないよ。だってそれはさ、美味しい商品なんだからさ、お客に売んないで自分、金融機関は自分で持ってるよ。じゃあ、前言ってた貯蓄から投資へっていうのは、うん、要は、金融機関の人。儲けさせたいにはあるんだよね。それで、もし投資したければ自分で判断してやるのは別に否定はしないけどね。うん、投資信託なんてあれだよね。いかがしいっていう、ちょっと怒られちゃうけどさ、間に人が立ってんだけど、本当に当たっていい投資商品だったらさ、あれじゃない、人に言わないで自分でやるんじゃないの？そこはちょっとおかしいんだよ。競馬の予想に近いんだよ。これいい情報ありますよ。どんどんとやらないんですかっていう話に近いんだよ。情報だったら自分で買い占めますよね。うん、やるんじゃないの普通はと。私なんかずっと思ってることで、ずっと思ってますね。そうですよね。うん。まあ、すべての投資信託が悪いわけじゃなくてね、良心的なのもあるのは間違いないんだけどね。その良心的なのを探すのが大変だからね。手数料が高いのは間違いないし、あと、生命保険の変額保険っていうのも都心宅と全く一緒で、そこでお勧めしてね、誰が儲けてるかっていうと、それは金融機関だよ。そういうね、金融機関の儲けてるのの一番、なんて親玉みたいなのが GPIF で、GPIF の運用としては生命保険と都心宅を中心だからね。なんか何なのって思うけどね。NISA 流行ってるからって安易に飛びつくのも考えものってことですね。税金枠が、無税わかんない。それでね、使った方がいいんだけど、投資信託ってのは手数料すごい高いからね、誰を食わしてんのかと思っちゃうよね。でも本当はあれだよね、生のね、はい、国債をね、はいはい、買ってる方が、まあ、ちょっと税金の話を抜きにすると、まともな投資になっちゃうんだよね、はい、日本で。それでも生の国債をなかなか買いにくいってところが問題でしょうね。でもね、よーくね、金融機関のね、ホームページ見てね、はい、絶対に売らないわけにいかないからね、ある時ちょこっと売るよ。ちょこっと。注意よ、その時さっと買わないとね、すぐなくなるよ。ずっと睨んでなきゃいけない。そういうこと。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。